ウィリアム・フリスト、ウィリアム・ハリソン、ビル、フリスト・シニアは、テネシー州ナッシュビル州出身のアメリカ合衆国の政治家。所属政党は、共和党で、宗教的には、長老派の信徒である。政治家に転身する以前は、心臓、胸部外科医として働いており、バンダービルト大学では、心臓移植外科に勤務していた経歴を持つ。 1994年の中間選挙で初当選を果たして以降、連邦上院議員、テネシー州選出を2期12年、1995年から2007年にわたって務め、2003年には出現スキャンダルで院内総務の座を追われたトレントロット上院議員の後を継ぐ形で、院内総務に就任、上院共和党のリーダーとして活動した。しかし、 株式のインサイダー取引疑惑が取り沙汰されたことなどが影響し、2006年の選挙には出馬せず、引退した。1952年2月22日、テネシー州ナッシュビルで、トーマス・ファーン・フリストシニア、トーマス・ファーン・フリスト、SR とドロシー・ケイト・フリスト、ドロシー・ケイト・フリスト夫妻の間に次男として生まれる。彼はいわゆるテネシアン、テンネッセアン、テネシー人のいの四代目であり、 高祖父は、チャタヌーガ市の建設に関わった人物である。また、父親のトーマスシニア、兄のトーマスジュニアは共に医師であり、現在世界最大の病院チェーンである、HCA 社の創業者としても知られる人物である。ナッシュビルにある私立の男子校を卒業後、プリンストン大学に進学し1974年に卒業する。プリンストン大では、 公共政策大学院であるで、医療政策について学んだ。また、大学在学中の1972年に参加したサマーインターンシップで、同じテネシー州出身の連邦会議員、民主党と出会い、影響を受ける。エビンス議員はフリストに対して政治の道を志すのであれば、まず最初は政治以外の分野でキャリアを積むべきだ。とアドバイスし、これが、 生涯入りする前に医師として活動するきっかけになった。プリンストン大卒業後は、ハーバードメディカルスクール、HMS に進学し、1978年に医学博士、MD の学位を得て卒業した。ちなみに、ハーバード在学中にルームシェアをしていたは、後に民主党の連邦会議員、オレゴン州第一区選出となる人物である。 HMS 在学中の1977年、フリストは同校の関連医療機関であるマサチューセッツ総合病院に研修医として配属された。同病院では W. ジョン・パウエル・ジュニア博士の研究室に配属され、心臓血管生理学について研究、研修を積む。さらに HMS 卒業後は研究室を離れ、同病院の外科レジデントとなる。その後は、 イギリスサウサンプトンにあるでの1年間の在外研究を経て、1984年にはマサチューセッツ総合病院心臓、胸部外科のチーフレジデント兼フェローに昇進する。さらに1985年にはに移り、心臓、胸部外科と心臓移植部門のチーフレジデント兼、シニアエローとなる。スタンフォード大でのフェローシップを終えた後はさらに、バンダービルト大学医学部に移り、 教授に就任する。バンダービルト大においては、心臓と肺の移植プログラムを開始し、1989年にはに移植センターを立ち上げるなど、移植専門医として活動した。また、バンダービルト大での活動と同時に、ナッシュビル大駅群人病院にも、外科スタッフドクターとして、席を置き、勤務した。その後は徐々に政治活動に重心を移していくことになるが、 フリストは現在でも医師の資格を有しており、一般外科手術と胸部外科手術の両方の分野で資格を有している。これまで外科医として執刀した手術の件数は特に専門である心臓及び肺の移植手術の執刀件数については150件以上を数える。この執刀件数のうちには小児心臓移植や心臓と肺の同時移植なども含まれている。また、 バンダービルト大在籍中の1991年に、当時陸軍第101空挺師団、第3大隊の司令官であったデービー・ペトレイアス。中佐、当時が、実弾訓練中の誤射事故で重傷を負った際に、その手術を執刀したことでも知られる。ペトレイアスは、この手術で一命を取り留め、後に、イラク戦争後の治安安定化に向けた、大反乱作戦、コイン作戦で功績を挙げ、 大将まで登ることになる。1990年、当時政界進出を模索し始めていたフリストは、同じテネシー州出身のハワード・ベーカー元、上院共は党院内総務と会う機会を得た。フリストとベーカーはこの時初対面であったが、ベーカーは1時間ほどの面会時間の中で、上院議員職の素晴らしさなどを語ったという。 フリストはその後もしばしば一年半の間に3回だったというベーカーのもとに妻のカーリンを伴って相談に訪れアドバイスを受けた。このことがきっかけでフリストはベーカーをしと仰ぐようになり彼のアドバイスを後押しに上院議員を目指すことを決断する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。